疲れ様です。お疲れ様です。バレンタインで一番チョコをもらうのは、ベイビーギャングの北見じゃないかな。でもそうですね、確かに、はい、去年とかもエグかったですから、ね、そうです。去年あの集まりすぎたんで、はい、チョコでジェンガして遊んでました。チョコでジェンガして遊んでました。チョコ集めすぎたから。もう箱単位でもらうんじゃないですか。そうです。この間、はい、3日前ぐらいに大阪行ってきたんですけど、はい、その時は200ぐらい集まりました。一応数えるんですね。一応数えました。凛太郎くんは、僕でも一昨日お母さんから届きました。お母さんが優しい、ウイローが届きました。しかもウイロー、チョコ味のウイロー。チョコじゃなくてウイロー。チョコみたいな色。凛太郎老人ホームでバイトしてるんで、はい、そのおばあちゃんたちが凛太郎にチョコをあげるんですけど、はい、やっぱおばあちゃんの、ね、チョコじゃなくておはぎなんですよ。そうなんですよ。ちょっとレトロ。レトロですね。はい、あ、でもすごいなんかいいですね。温かいお話聞かせていただきました。